20日に世界が終わっちゃうんだってさ。そんなことあるわけないって。絶対にないってなんで言い切れるの。そもそもなんであるって言えるの。なんかみんな言ってるし。いやいや、そんな怖がらせてどうするの。アホらしすぎでしょ。世界がいきなり終わるとかさ。バカだな。小沢がなぜ死んだのか分かってないんだもんな。お前が殺したとでも言いたいのか。そうだと言ったら。だとしたら犯罪者だな。いや、犯罪にはならないよ。世の中にはそういう力があるんだよ。そういう力。どういう力だ。興味があるのかい、僕の奇跡に。いや、ただな。まさか小沢の死って。え、でもあれって事故でしょ。それに間宮君は教室にいたわ。今あいつ奇跡とか言わなかったか。バカバカしい。俺さ、なんか聞いちゃったんだよ。ヤクザの事務所が一人の女の呪いで壊滅したって。なんでヤクザなの。つうか何、呪いで壊滅って。わかんないけど、一瞬でヤクザ数人が発狂して救急車とか出てすごかったって町の連中が言ってた。それとマミヤが関係あるの。わかんないけど、そのヤクザが高島や小沢と関係しているとか噂があってさ。つまりどういうこと。わかんないけど、もしマミヤが小沢の死に関わっているとしたら。はあ、ヤクザの事務所で救急車が来たことに関係あるとでも。普通に考えてヤクザ同士の抗争でしょ。そもそも女の呪いって言ってたじゃん。ただそんな力を持っている奴がうろうろしているのかなって。君たちにも分かる言葉で話してやろう。終わりは始まり、終わるのは不完全な現実世界であって、その時から完全な世界が開闢する。世界が終わっても。次には完全な世界が始まるのか。君たちには分からないだろうけど、始まりはない。ならなんだよ、世界は終わって無になるのかよ。無にはならない。なんでだよ、何も始まらないのなら無じゃないか。違うな。20日に世界が終わる、これは良しとしよう。問題はその後だ。世界が終わった後だ。完全な世界は君たちに開かれているだろうか。君たちはこの古い世界と滅びるのだろうか。それとも。ちょっと待てよ、間宮君、何言ってんのよ。なんだ、確か若月君だったかな。あのね、間宮君、変なこと言わないで。みんな不安がるでしょ。不安？何を言ってるのかな、君は。だからね、みんな変な噂に怯えてるの、怖がってるの。間宮君の言いたいことはあまり理解はできないけど、とりあえずでいいからみんなを不安にさせることを言わないでくれるかな。仏教における法華七湯に三者家宅というものがある。火事で燃え盛る宮殿で
気がつかずに遊び続ける子供をどう助けるかという話だ。どう助けるの？危険を叫ぶだけではダメだ。子供たちの耳には届かない。そこで宮殿の外に子供たちが喜ぶ羊の車と鹿の車と牛車の三車を門の外に用意する。すると子供たちは一目散に炎に包まれる宮殿から出てきた。出てきた子供たちにはさらに大白五車が与えられる。この方便が意味することはわかるかな？仏教のことはわからないけど。滅びゆく世界、自国の豪華に燃やされる世界から人々を救うには恐怖だけではダメだということだよ。だから私は終わりからその先、素晴らしき大白五車のごときものを人々に与えようと言っている。にもかかわらず燃え盛る宮殿で子供が怖がるからという理由で何も言わないで、ただ何もしないさせないのは人殺しと同じだよ。人殺しって。宮殿で焼け死ぬのはお前一人でいいだろう。なぜ他の者も道連れにしようとする？無知ゆえにお前は他の人間の命も無意に散らすのか？人殺しって聞き捨てならないけど、そもそも火事なんて起きてない。だからこれは方便なのだよ。ただし正しき教えだ。体育しかできない君には理解できないことさ。寝言は寝ていなさいよ。確かに私はバカだけど、あなたがやっていることが間違っているのはわかる。わからないさ。君は僕の言うことのほんの少しでも理解できない。方便は群衆のための説法に過ぎない。にもかかわらずその例え話すら理解できないのだから、君に理解できるものなど皆無だ。すぐに黙れ。みんな不安なんだから適当なこと言わないでよ。適当なことではない、真実だ。適当でしょ。黙れ。黙らないから。そっちこそ黙るべきなんだからね。なんだと、このバカ女。うん、チビ。なんだと。悟りを開いた者に対してチビとは。小さな人間はお前だ。そんなこと言ってるんじゃありませぬ。みんな不安なんだから適当なこと言わないでくださいって話だよ。適当なことではない、真実だ。ちょっと待て、二人ともとりあえず落ち着け。え、ユキと。何やってるんだよ、こんな朝っぱらから大声出して。水上くんか。僕は君を高く評価しているのだが、そんなバカ女と付き合ってるとろくなことはない。バカは伝染するから付き合いを断つべきだ。は？今なんて言ったかな。いや、琴美とは付き合ってるわけじゃないのだが、粗暴だし。は？否定するの？そこか。そこじゃないよね。いや、とりあえず落ち着けってばさ。落ち着いています。というか今の発言。ああ、だったら琴美とは付き合ってる、それでいいんだな。え、いや、お付き合いとかの話じゃなくて。そうなの？付き合っていると思ってた。え、そんなことないって。ねえ、ユキトと私はそんなんじゃなくて、単に幼なじみなんだけど。けどですね、実際のところを申しますと。付き合ってねえよ。当たり前だろ。あるわけねえよ。とりあえず場を和ませただけだ。はあ。お前どこから音出しているんだよ。とりあえず落ち着けって。僕は落ち着いてるよ。そのバイタが騒ぎ立てているだけだ。バイタって。君は言っていいことと悪いことがあって、貴様が言ったのはダメなやつだ。ほら、何やってるんだ。みんな座れ、授業を始めるぞ。先生。なぜ若月は立っている？授業だぞ、座れ。はい。水上もさ、サボるのはいいけど、授業の邪魔するなよ。はい。
授業を始めるぞ。前回は教科書の67ページからだな。アウグスティヌスの哲学的思索は西方教会にとどまらず西洋思想全体に及んでいてだな。先生。あ、なんだお前、なんで立っている？ずっと立ってましたよ。名前もお忘れですか？名前、その席は出席番号、マミヤか。やはり先生も低俗な人なのですね。なんか言ったかマミヤ。そもそもなんでまだ立っているんだ？今授業中だぞ。授業？世界が終わるというのに授業ですか？先生。マミヤ、お前。世界が終わるというのに、なんて悠長な。日常バイアスとは恐ろしいものですね。ここまで人は鈍感になれるとは。マミヤ、お前何言ってるんだ？世界の終わりだと？何をですか。はあ、やはり真実が見えないのですね。最近妙な噂が立っていて俺も迷惑しているんだ。くだらないこと言ってないで座れマミヤ。くだらない？どちらがくだらないことを言ってると思っているのか。なんだと？お前な、お前みたいな奴が教師に逆らってどうなるか分かってるのか。低俗すぎて嬉しくなります。あなたのように包み隠さず生徒に序列をつけるやり方嫌いではありませんよ。序列なんてつけてないぞ。聞き捨てならんな、マミヤ。いやいや、いいんですよ。スクールカーストにおいて底辺は相手に値せず、カースト上位にこびればクラスは円滑に回る。非常に合理的だ。だからお前少し黙れ。さすが世界史の教師だ。歴史なんて勝者が殴り書きしたザレ言に過ぎないのに。さらに言えば人間より高次元な存在、例えば神や悪魔と呼ばれるものが5秒前に作り出しただけなのかもしれないのに。どちらにしろ歴史など作り話でしかない。過去など現在に存在しない、空想と変わらない存在だ。マミヤ、少し外に出るか。ましてや世界が終わるというのにまだそんな作り話を続けようとしているのですか。真実から目を背けようとしているのですか。いい加減にしろマミヤ。とりあえず俺と来い。あなたと僕がどこに。歴史が作り話なわけがないだろう。それにその世界の終わりというのは何だ。最近生徒たちが怯えているが、お前がその噂を立てていたのか。噂？何を言ってるのですか。僕は真実を話しているのです。真実だと？あなたは弱い人間だ。小さい人間だ。だから大いなる存在の僕を見ることができない。小さなアリは象を認識することができない。小さなアリにとって象は大地のような存在だ。同じようにあなたのような小さきものに僕など見ることができるわけもない。いいからちょっと職員室まで来い。理屈で勝てないから暴力で来るのですか。マミヤ、
どうしたのですか？あれ？みんなえらく怯えているではないですか。なぜですか？血が広がっている。先生、助けなきゃ。お前はそのままでいろ。え？間宮、てめえ！水上くん、どうしたの？どうしたじゃないだろうが！おやおや、どうやら君もここに転がる哀れな子羊と変わらないようだね。君の心は恐怖で濁っている。ああ、てめえ！はどうした？僕を殴るのかい、小沢や。今まで僕をいじめてきた人間がしたように僕を殴るのかい？君はこの学校に入学して早々、小沢を殴り、この学園で一目置かれた。バカか、あんなもんで一目置かれるかよ。単にみんな引いただけだ。そうなの？だったらなぜ君が一人でも誰も陰口を叩かないんだい？なぜ僕が一人だと皆が僕の陰口を叩くんだい？知らねえよ、そんなこと。ダメだよ、今度障害起こしたら退学だって。小さき人間は小さき範囲で序列を作りたがるものだ。君と僕は変わらない存在なのに、君はこのクラスで王となり、僕は奴隷となった。ほう、お前何見てるんだ。俺は単にクラスから浮いているだけだろ。浮いている？いや、クラスの連中は君を怖がっているよ。あの凶悪な小沢を気絶するまで殴った人間だからね。違う、気絶させるまで殴ってなんか。ほら、よくよく皆の反応を見てごらんよ。すべての生徒が君に依附している。そうじゃなくて、単にこいつらは面倒くさいから関わりたくないだけで。けど今はその王よりも僕を皆が依附している。王じゃねえよ、俺は単に。聞くがよい、恐怖におののく者どもよ。世界は20日で終わる。これは紛れもない真実だ。小沢の死も高島の死も全てそのためである。私を生まれ変わらせるために神がこの二人を逃げとした。私は生まれ変わった。何に？救世主に。そう、救世主に私は生まれ変わったのだ。世界はあと5日で終わる。しかしそれは兆しに過ぎない。世界が生まれ変わるための、救われないものは古い世界と共に永久に地獄の豪華に焼かれるのだ。未来永劫に続く苦しみだ。みな知っているだろう、世界が嘘で満ちているのを。愚者は平等という。しかしみな知っている、世界が平等でないことを。いや、他ならぬお前たちがこんな小さな空間で人間に優劣をつけていた。愚者は自由という。しかし皆知っている、世界に自由がないことを。
だからお前らはくだらない学校の勉強を強要されている。なぜならば無責任な自由の教授とは社会においては転落を意味するからだ。愚者は愛という。しかし皆知っている、愛が人を裏切ることを。いつでも三次元は我々を裏切ってきた。愚者は人を殺すなという。しかし皆知っている、数えきれないほど多くを殺した者が英雄として歴史に刻まれること。愚者は嘘をつくなという。しかし皆知っている、愚者こそが嘘つきであることを。嘘つきであるからこそ愚者であることを。愚者の嘘を鵜呑みにした者は馬鹿を見る。平等など信じ、自らの地位からはみ出した行為をすれば社会は平気で我々を切り捨てる。自由は素晴らしいという者がいるが、自由ほどうさんくさいものはない。それを叫ぶ輩にまともな者がいるだろうか。愛が素晴らしいという。だが成就しない愛は一方的なものとみなされ、その言葉を告白した者はまるで汚物を見るかのような視線にさらされる。また相思相愛ですら多くの者が長く連れ添うこともなく破局する。マスメディアで祝福された結婚がどれほど長く続くか。くだらないゴシップが好きなお前らならばよく知るところだろう。なぜ殺してはならないか。街は人で溢れている。そしてそれは国境を越えてあまねく大地にまで溢れ出ているではないか。不思議だと思わないのか。大地を埋め尽くすように生えてくる民族、民族、民族の束。誰一人この世界に存在する人間の正しい数など把握できないほどだ。それぞれがうようよと動き、愚鈍な人生で一生を終える。確実に無意味で愚鈍で生きる価値もない、そんな性を受け入れている。街を見よう。今も無数の無意味な生き物どもがうごめいている。仕事やら勉強やら、その本質を考えるなどついぞすることなく、ただ与えられたことを繰り返し続ける。そんな性に価値があるのか。なぜそんな人間を殺してはならないのか。いや、正しくは人は殺してはいけないわけではない。人は殺しても良いのだ。この国においては死刑がある。国がその名において人を殺すのだ。そして戦争がある。戦争とは殺した分だけ名誉となる日常だ。我々が信じる世界の常識とあべこべではないか。なぜ我々の日常では殺人が許されないか。簡単なことだ。単に国が戸籍という名の番号で管理しているからに過ぎない。国家は国家の名において家畜である国民を管理する。殺人とはその管理を乱す行為でしかない。また戦争とは国家において戸籍を消費して敵を打ち破ることに過ぎない。世界でただ雑多にうごめく人間にそもそも価値などない。そのことを国家が一番よく知っているのだ。だから支配者は自分の都合で戸籍の名前を消費して戦争を始める。これが真実だ。ならば逆に我々が信じる日常的常識とは何か。何時殺すなかれ、何時会員するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣人に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣人の家を貪るなかれ、また何時の隣人の妻を寝取るな。これら一切の道徳的なもの、そして法律的なもの、それらは嘘なのだ。全ては嘘であったのだ。日常とは嘘で塗り固められた虚構にしか過ぎない。そのような虚構はもろく簡単に崩れ去るだろう。今まさにその時が来ようとしている。世界がこれからずっと今までのようにあるか。なぜそんな簡単な嘘に惑わされるのだ。今まであったものが同じようにこれからもあり続けることだとありえようか。疑惑を持て。そしてその疑惑の目から真実を見つめろ。しからばわかるであろう、我々が前に踏み出そうとするその先はすでに奈落なのだ。この終わりなき苦痛たる日常は終わる。
世界は終わる。確実に終わる。これが真実なのだ。そのことだけをお前たちに告げに私はここに来たのだ。幸いかな、羊の群れよ。狼の群れからその身を逃してやろう。羊飼いは安住の地にお前たちを導くであろう。さて、ハハハハ。